とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー20周やっていきたいと思います。1日でするのはきついので、2日に分けてやっていきますよ。では、行ってみましょうか。あ、もちろん、持ち込みでやっていってます。1周目でーす。ダメだな。一発目はこんな感じか。なかなか幸先は悪いけども、でも黄金がね、意外と1が出てないっていうところで悪くはないかもしれない。2周目メイスが出やがったな。わーる、お、重力リフレッシュダイナモでいいけども、黄金が良くないんだよな。で、できれば呪いの斧の方が好きかな。惜しいね。これ惜しいな。輝きじゃなければよかった。追い打ちとか。うん。追い打ち虚無、アーティファクトシナジーとか。ああ、良さそうだったな。はい。じゃあ、次。いきます。どうだ？まあまあよろしくないね。次。バースト、いや、サブリューイングのやつはね、確か俺、持ってるんだよな。アーティファクトチャージ、クールダウンショット、バーストボーストリング、持ってるんだ。バーストボーストリングがなんかつくようになってるね。今回弓が意外といいのかもしれない。よし、お、あ、こっちじゃないな。クールダウン2だけど、2もいらないんだ。2もいらないやつよ。これ火力出そうだけど、いや、そうでもないわ。そうでもない。違うか。これは全部違うわ。どうだ？よろしくない？あ、お、お、お。まあまあかな。まあまあかもね。リフレッシュ、重力のクリティカル8、まあまあのところだと思うけども、保留です。どうでしょうか。クールダウンはついてるね。ロールチャージ、クールダウンにさっきもなんか2つついてるの見たよ。そろそろお願いします。クールダウンなし。クールダウンもともとついてるけど違う。どうだ。厳しいね。あと2回でおしまいですね。クールダウンなし。おっと、マウラーズは弱いでしょ。マウラーズは、これはちょっとな。まあ、使わずとも弱いっていうのがなんかわかる気がするんだよね。重力、ダイナモ、リフレッシュ、虚無。いや、弱いでしょ。やめとこ。これが10回目ですね。しょぼいやつが出たな、最後の最後に。まあ、クールダウンはついてるけども、そうか。では、明日に持ち越しですね。それでは、今日も10周いきましょう。一発目どうだ？なるほどね。なんか俺持ってそうなやつが出たね。このリフレッシュ3のやつ、確か俺持ってるけどね。これは強かったよ。次は、いや、微妙かな。こっちは、昨日からね、ポーションバリアがつかないんだよな。ポーションバリア見てみたいな、久しぶりに。微妙だな。微妙やな。あ、エンチャントはね、悪くないと思うよ。悪くない。でも、メイスは使わないかな。よろしくないな。二つともリフレッシュがついてる。どう、お、お、お、いや、いい装備だらけだよ。今回は、いいかもしんない。どう？呪いの斧の
重力なしは探してんのよ。だからまあ意外と良さそうだけども、ちょっとエンチャントが残念だね。リフレッシュ追い打ちで虚無さんだったらいいんだよね。で一番左のところが、そうね、あ、いや旋風でもいいのかな。呪いの斧のね、ちょっといいやつ探しております。どうだ横は。あー、いや、うん、よくないね。真ん中がよくないな。次行きましょう。どうだ、うん、一番右だけかな。良さそうなのは、あのね、俺が探してるエンチャに近い。うん、まあグリムアーマーじゃないよ、フルメタルの探してるやつに近いかな。無謀とクールダウンでタンブルビーで黄金にポーションバリアだね。それが欲しいかな。あ、タンブルビーのところをヘルスシナジーでも OK。 あー、それが欲しいな。ということで横ダメだ俺。おっ、あ、いやでももうね、うん、影の衣とイカの防具はもういいんだ。もういいんだ。うん、まあいいのがあればなおいいけどね。まあまあそこまで求めてはおりません。あ、クールダウンついてないね。次行きましょう。どうでしょうか。リフレッシュが3だったらね、選べてよかったけどな。リフレッシュ3だったら、まあまあよかったかもしんないけども、ね。残り3回ですね。呪いの斧がワンチャンあるな。どう？重力がついてるし、リフレッシュがない。探すと難しいよね。呪いの斧、理想は何だろう。リフレッシュ、虚無追い打ち、ダイナモかな。難しいな。厳選難しいな。あと2回だけども渋いのが来たね。渋い。ラストですね。ラストしょぼい。もう見なくてもいいぐらいですねこれね。ラストこれしょぼいな。はい、ということで20周やってみましたけども、まあマウラーズとかちょっとね、エンチャントはいいのがあったけども物が良くないっていう感じでしたね。はい、ということであと1週間ぐらい、タワーシーズン11ありますね。もう少し回ってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。